小ジャニー北川氏の性加害を告発した元ジャニーズジュニアで、歌手のカウアン・オカモト、27、が18日、格闘技イベントのリング上で、僕の悪口や被害者を責めている人がいる、と爆弾告発。1分間格闘技、ブレイキングダウン、ブレイキングダウン、の溝口裕二空、38、に対戦を突きつけたのだ。一体、 カウアンと溝口氏の間に何があったのか。写真、カウアンに名指しされたブレイキングダウン溝口氏、僕が被害者としてやっている中で僕の文句や悪口を言っている人がいる。やるならその人とやりたい。ブレイキングダウンの溝口さん、やりましょう。だったら本気で行きます。カウアンの爆弾告発が飛び出したのはこの日。 大阪176ボックスで行われた格闘家支援イベント、マネーファイト、デリングに立った際だ。同イベントは、アンプ代表のアンディ・ミナミノが格闘家を夢見る若者やドロップアウトから再チャレンジを図る人を支援する目的で開催した。大会趣旨に賛同したカウアンは自身が作詞、作曲したオリジナル曲、メイデー、お披露。それだけではなく、 おもむろに服を脱ぐとグローブにボクサーパンツ姿で、高校時に習ったブラジルの伝統格闘技、カポエーラ、仕込みのミット打ちとスパーリングを披露した。華麗な動きに目の肥えた大阪の観客も驚くばかりだったが、さらに驚かせたのが溝口氏に挑戦状を突きつけた冒頭の発言だ。溝口氏は、格闘家の朝倉未来がプロデュースするブレイキングダウンで空を務め、朝倉の右腕とされる実業家だ。 その溝口氏とカウアンの間に何の因縁があるのか。リングから下りたカウアンはその真意を激白した。彼、結構ジャニーズのこと言ってるんですよ。ジュリーさんが悪くないとか、なんでそんなに悪く言われなきゃいけないの、とか、と切り出した。溝口氏は8月30日に X、旧ツイッター、にジャニーズ事務所の藤島ジュリー慶子前社長を擁護していると受け取れる投稿をして、 一部で話題になった。カウアンは、それはいいんですよ。裏では結構悪行を言ってるみたいなんですよ。それを聞いて面と向かって言えないんだなって、と陰口を叩かれていることが許せないというのだ。8月に行われた、ブレイキングダウン9で、ハイメのセコンドについたカウアンは溝口氏と対面していた。結構、睨らんできて、挨拶したら、知らない、って言われたんですよ。 知らないわけないじゃないですか。ちょっとさすがにカチンと来て、目の前で知らないって言われて無視されて、だいぶ失礼だなって思ったし、被害者に対して結構悪く思ってるんだ、とショックを受けたという。ジャニー氏の性加害を告発してから、カウアンは誹謗中傷にさらされ、一時は表舞台に出られなくなるほどメンタルにダメージを負った。今でも、ジャニーズを潰した、として、標的にされているが、 自身が表に立つことで性加害問題の解決につながるとして今回も大会に参加していた。カウアンはアンチにはムカつかなかったんですけど業界人でトップでそれをやっちゃうのがやばいなって。溝口さんがあッコ言ってるのを知ってるんで、と怒りは収まらない。どの団体のリングで戦うかや対戦形式についてカウアンはどこでもいいとした上で、 溝口氏のホームであるブレイキングダウンやアンディ・ミナミノのマネーファイトでも対戦がセットされるならリングに立つ覚悟だ。思わぬ形で浮上したジャニーズ性加害問題の番外戦とも言えるイコンマッチ。果たして実現するのか